沐浴の目的、皮膚を清潔にする、血行を良くする、全身の観察ができる、親子のスキンシップになる、よく寝てくれる、おっぱい、ミルクをよく飲む。注意事項。1日1回、汗をかいたり、うんち、おしっこで汚れたときは、1日数回入れても構いません。授乳の直前、直後は避け、同じ時間帯に入れてあげましょう。そうすることで、生活リズムも整いやすくなります。沐浴の時間は10分を目安にしましょう。お湯に浸かっている時間は5分程度です。子育て世代の皆さん、子育て世代包括支援センターハッピーをご存知ですか？子育て世代包括支援センターハッピーでは、妊娠期から出産、育児までの切れ目ない支援を行っている機関となっています。今回ご紹介した赤ちゃんの抱っこの仕方や沐浴の実習もできます。ぜひお待ちしております。